フィッシャーズシルクです、個人チャンネルへようこそ。ロードシルクでございます。さてですね、今日は開封動画やりてえなと思ったのでね、開封動画撮ります。これはい、ポケモンマテンパーフェクトソードシールドの拡張パック、これ開けたいと思います。電話来ました。電話出ます。一回切りましたこちらね、開けていきたいと思います。これね、お宝市場さんっていうところの5万円ボックスみたいなのをね、僕がね、賞をいただいて、それをもらって、まあ開けたんですよ。ポケモンカードのボックスがいっぱい出てきて、よし、じゃあちょっと動画で開封やろうかって、セカンダリではね、開封動画出してると思うんですけど、このね、マテンパーフェクトっていう、これなんだっけ、このなんかドバイのビルみたいなやつ、名前忘れちゃった、なんだっけ、このどでかいポケモン。ジュラルドンか。これね、2個目だったんですよね。1個はもう開けちゃったんですけど、もう1個ね、余ったんでマテンパーフェクトこれ当てたいと思います。けどね、僕ね、こういうボックス開けるのってめっちゃ下手なんだよね。しかも深爪だからさ、結構ようやく開いた。よいしょ、マテンパーフェクト開けていきたいと思います。僕ね、ポケモンカード実はですね、まだプレイしたことなくてですね、僕やりたいんですよ。で、一応元木が結構やってて、ポケモンカードね。で、僕もね、興味はあるんです。ずっと興味あって、一応デッキも家にあります。ちょっと見せますね。サダイジャ、このね、格闘デッキみたいな。で、これまだ禁止とかさ、まだあんまり俺よく理解してないから、デッキの組み方も結構もしかしたらね、おいちょっとみたいなになってるかもしれないんだけど、これね、僕が組んだわけじゃなくて借りたやつです。これを使ってね、今ルールを覚えようっていう段階です。全然できないんですけど、今年からポケモンカードやっていけたらいいなと思っております。まあ、ポケモンカードだけじゃなくてね、もともと僕カードゲーム大好きなんで、遊戯王カードとかデュエルマスターズとかね、むちゃくちゃ子供の頃やってて、大会とかも一応出てたんですけど、ちょっとポケモンカードもね、強くなりたいなと思っております。やるんだったらやっぱ強くなりたいよね。じゃあちょっとマテンパーフェクト開けていこうか。これ何歳になっても開封って楽しいよね。このジュラルドンってやつやべえな、これ。これ誰か中住んでんの、これ。レア当てていきたいな。可愛いよな。ポケモンカードってやっぱイラスト違いとかあるじゃん。それが可愛いよね。どんどん開けてきます。ゾウドウ、ハスブレロ、ないね。もっとね、実はですね、新しいボックスとかもね、あるんですよ。持ってるんですけど、これはね、セカンダリの方で出します。今回僕がね、初めての個人でポケモンカードを開けるという、そんな動画になります。お、なんか光ってね。あ、サンダーじゃん。ガラルのサンダー。ジュラルドンの VMAX の HR 当てたらすごいね、これ。高っ。ジュラルドン確かに出したいな。お、ケッキング、ケッキング懐かしい。あ、ちょっとキラ当たったっぽい。見せますね。キラが当たったら見せることにします。はいはい。お、ダストダスか。ダストダス当たりました。かわいい。 VMAX 光り方綺麗。 HR とかそんな簡単に出ねえか。期待はしていますが。プリン、ガラルニアス、エビワラ、ジジーロン、キバナ。このさ、スクールガールのさ、イラスト違い可愛いよね。お、エネルギー出た。楽しいな、開けんの。生っけろ。ニャース、フクーリン。なんだこれ、結晶の洞窟、ハリテヤマ、ジヘッド、モノズの進化だっけこれ。腕っぽう、モノマネ娘、ルンパッパ。そうなんす。うわ、ルンパッパ可愛い。いや、出したいよ。ハスボウ、モノズ、あ、ガラルファイヤー。ガラルサンダー、ガラルファイヤー出たんだらガラルフリーザー出るっしょ。ちょっとあれね、パックさ、先に開けたい。エアームド、グレッグルだ、グライオン、サザンドラ。どうなん、サザンドラ強いのかな。サザンドライラスト好き。僕ね、実はですね、ソードシールド、全然言えなかった今。ソードシールド僕やってないんですよね。でもね、なんとなくポケモンはね、知ってる。プリン、なんかキラ当たった。あー、来た、ガラルフリーザー。やった、ガラルの山頂が揃ったぞ。ちょっとこっからさ、パック全部開けますね。これ全部開けてまとめます。まとめてみる。このパックを剥くという作業、これ楽しいよな、何歳になっても。いやー、 HR 出して。そんな簡単に出ないのも分かってるけど、ポケモンってさ、キラキラ光るのがいっぱいあるからさ、見てて楽しいよね。イラストも違うやつがあって可愛いし。よーし、開け終わったぞ。はい、残りのパック全部開封しました。さあ
ジュラルドンは来るのか。はい、おお、ダストダス V 出ましたね。さっき VMAX だったけど、よいしょ。おー、スイくんかっこよ。このスイくんいいね。しかもこれまあまあ値段した気がするんだけど、気のせい。聞いて山、いやー、なんかこういうね、女の子とかサポート系のキラ欲しいな。 HR とか出ねえかな。モノマネ娘でもいいよ全然。あ、ルガルガン、ルガルガン V、 ウール、おー、キュレム、何これ、氷。いやでもね、ちょいちょい知らないポケモンいるな。うわー、あれじゃん、ニャースの進化か、ニャイキング、ガラルの、エビワラ、グレッグル、ニャース、ソーナウス、なんかある、なんかキラがいた。おお、来た、ジュラルドン、ジュラルドンの V、ダブル R だ、いいね。これなんか HR 来る流れ来てね、結構。続き、キバーナ、ヒヤッキー、クスネ、プリン、アナホイグローブ、アブソル、グライオン、モノズ、なんかキラ見える。ジュラルドン VMAX、 うわ、 R が3つある、トリプル R、 ジュラルドン VMAX 出ました。これいいやつじゃない。あ、でもこれじゃないか、これ HR じゃないもんね。惜しい。うわ、マジか。このジュラルドンってどのぐらいなの。そんなにレア度高くない、もしや。あ、そんな高くないな。まあでもでもいいね、ジュラルドンで作ってみようかな、記念に。ういっ、ジュラルドンで作りたいな、ここまで来たら。お、ディアルガだ、はい、ディアルガ出て、フクリン、アブソル、シルタリスだ、懐かしい。スクールガール、お、なんか見える、来い、なんかいいの。お、 SR、 ジュラルドンの SR 出た、ジュラルドン V の SR が出ました。おお、綺麗。ジュラルドン VMAX とかが当たると、あー高いね、販売相場とかで1万2000円とかするときあるんだ。で、ジュラルドン V の SR スペシャルイラストみたいなやつ、スペシャルアートか、これが高いね、4,000〜5,000円、販売価格6,500円、 SR は販売価格、あー、でも800円、800円か、結構いいの引いたなと思ったんだけど。じゃあ今回一番良かったのはどれなんだろう。あ、クレセリアとかも出んだこれ。やっぱり基本鋼エネルギーとかってエネルギー高いんだね。今回一番良かったのは、今回あれか、そんなにいい当たり出てないパターンか、これぽいな。上位の方のやつ出てないもん。 UR とかやっぱ何、 SR と HR とかはね出なかったんで、まあ、SR は1枚出たか。うわー、マジか、ジュラルドン SR しか出なかった。まあでもなんかやっぱ楽しいっすね、カード開封というのは、という感じでございました。ちょっと僕もね、マジでポケモンカードやろうと思ってて、格闘で作りたいんですよ。新しく環境を変わるっていうのを聞いたんですけど、格闘でなんかいいデッキとか、まあその変わったタイミングで皆さんに聞きたいんですけど、何が強いのかな。俺マッシブンで前作りたかったんだよね、あいつやばいじゃん、ガタイ、ああいうなんか筋肉キャラ好きだからさ、マッシブンで作りたかったんですけど、まだ作れてないということで。今後もね、僕あのカード好きなんで、もしかしたら何かのカード開封とかするかもしれません。まあ主に遊戯王が多いかな。でもね、ポケモンカードも始め出したらポケカもやりだすんで、ぜひともね、ご覧ください。ということでね、個人チャンネル初めての開封動画でございました。それでは。